ございます。12月26日月曜日、はい、今日はみんなで京都に向かいます。奥さんの生徒さんたちもねに会いに行きます。はい、ということでね、阪急桂駅に到着しました。はい、ということで、あれから6時間ぐらい経ってね、西宮に帰ってきました。あのね、美味しいチキンとか、何だったかな、手巻き寿司か、美味しい料理をね振る舞っていただいて本当に感謝です。ということで、お土産、家族の命令で、また午後一の蓬莱豚まんと、ね、ビアードパパのシュークリーム買って帰ります。待ちきれずに食べちゃうスタイルです。ちょっとちょうだい。おいしい。なんだろう、551の豚もんは一番おいしい。はい、おはようございます。12月、27日かな、火曜日。今日はね、一人だけでスケートパーク、大阪のね、大阪にはスケートパークに遊びに来ました。友達とちょっと遊びます。やばい、はい、広い、来ました。楽しみます。ずんどう屋のラーメンいただきます。ディズニーとかうちに駅まで送ってもらいました。バイバイ、ありがとう。バイバイ。ここから西の宮に帰ります。茨城駅、大阪ですね。みち、ただいま。ただいま、みち。ただいま、みち。たこ焼きとたこ焼きそばお土産買ってきました。おはようございます。12月28日水曜日、90.4、 90キロ台が変わらずですね。まあ痩せもせず太りもせずぐらいになったのかな。行ってきます。おはようございます。12月29日木曜日、今日はね、どこに来たかって、危ねえ、万博公園に来ました。はい、昨日からね、お兄ちゃんも実家に着いたので、お兄ちゃんと両親と回ります。はい、万博に来たんですが、何で来たかというとね、ラーメンエキスポ、なんかラーメンのイベントがやってたんで、それも兼ねてきました。いっぱい食べようと思います。今日は10店舗らしいんですが、どこの店舗もものすごい人が並んでる。なんか味噌ラーメンいただきます。ラーメン食べたい。レモンラーメン。ラーメン、これやばいな、この油。もっと煽り方かっこよくしてよ。こういう感じでさ、なにそれ、ほぼ油。すごい、うん、なんかすごい、すごいラーメン。スパイシートマトラーメン、うま辛トマトラーメン。
何回も来たことあるけど、真正面から見たのは初めてかも。なんか怒ってる、筋肉マンみたいな顔してる。おはようございます。12月30日金曜日、今日はね、神戸南京町に来ました。神戸南京町2、3回目かな、来るの。中華街のエビシューマイ、いただきます。エビシューマイ、逆光やな。おいしい。熱々小籠包、いただきます。めっちゃおいしい。これイカの姿揚げ、うん、あ、うん、ふわふわ、おいしい。バイバーイ。おはようございます。12月31日土曜日、年末12月31日、体重 92.4kg でした。今年一番太ってる気がするということで、走りに行きます。はい、まだね6時半ぐらいですが、もう年越す前に年越しそば晩ご飯でいただきます、うん。